うん。せーい。めっちゃ美味しそう。ゆかり姫チャンネル。明かりをつけましょう。今日は何しに来たんですか。今日はなんと柴寿司さんで押し寿司を作ります。初めて。BGM 担当です。ちょっと BGM お願いします。せいちゃんも来て、3人入ろう。じゃあ今日は押し寿司を作りますね。作ったことは押し寿司ないです。私もないです。巻き寿司なら。あ、分かります。みんな巻き巻きはしたこと、押し押しはないです。押し押ししたいと思います。この素敵なかがぼうちゃんをいただきました。ちょっぴり飲みました。あ、飲んだんです。どうでした。風味がかが違いますか。歯が一段と感じられる。じゃあそれのちょっと一回食レポみたいな。食レポ。飲みレポ。わかりました。違った。飲みレポ。福井県。福井県。おお。福井県。福井なんですか。かな感じながら飲むじゃん。いただきます。はい、どうぞ。あ、かがぼうちゃ。香りかなぼうちゃ。あ、うん。香ばしい。うん。本当にあの火で炙られた感じの。香ばしさが出てて、やっぱ棒茶ってだけあってもうブームって感じ。そう、マオニャンさ、ずっと姫持ってマオニャンの食レポ見てみたいと思って、うん、見たことないからどんなんする。難しいけどね。本当に気になっとった、マジで。大丈夫よ、感じた。練習練習、しば寿司食べた時の練習。感じたまま、見たまま。いいよいいよ。お、上品ですね。飲めた。それニャンレポ、ニャンレポ。あ、カガボーちゃん独特。でそれリンタンやないか。リンタンがよくやるやつやな。独特の声ちっちゃい。待って待って、もう一回独特ちゃんとやって。はい、しっかり飲んでよ。飲んだ時うまーってやって。吐き出しそう。やだ。違うやろ。なんか普通のちょっと違うかなって。どこがどこが、どういうとこが違うか。あ、なんか後味。どういう感じです。後味は苦くないです。いいやん。さっぱりすっきり。上手上手。いや、皆さんが巻いてくれています。ありがとうございます。私たちは2個しか作ってません。すごい早いですね。早いですね。じゃーん。キュンです。ASMR。 うん、サクサク。どういう？うん。サクで。うん。このうちやと。なんだよ。みんな癖強いな。じゃあ。しば寿司で体験をしてゲットしました。わーい。美味しそうでしょう。終わりました。しば寿司作って楽しかったです。しば寿司の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。またソフトクリーム食べる。そっちじゃないよ。ランチ食べたいね。食べた。嬉しい。狙っとったやつ買おうと思ったらもうなくなってて。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。何何、え、うまそううまそう。あ、美味しそう。あ、これ美味しかったよ。ベリコ豚の旨辛生、旨辛生生姜焼きご飯やったー。お土産もらったよ。わーイエーイ。めっちゃ美味しそう。何、みんな一緒。くるみ、あ、カシューナッツめっちゃ好き。愛媛旨辛生姜焼き、大仙鶏のカシューナッツ、オイスターソース炒めご飯、多分一緒。ヒベリコ豚の旨辛生姜焼き、せいちゃんと一緒。おお、めっちゃ好き。しば寿司の皆さん、本日はありがとうございました。しば寿司の皆さん、本日はありがとうございました。お疲れ様でした。恥ずかしい。